菊池誠は、日本の物理学者。大阪大学大学院理学、研究科物理学専攻及び、同大学サイバーメディアセンター教授。専門は、統計力学、生物物理学、計算物理学、偽科学フォーラム実行委員、と、学会会員。京都府生まれ、青森県弘前市育ち。京都府に生まれ、青森県弘前市で育つ。 学生時代から SF ファンで仙台 SF クラブ、エシフ、タータともの会、バム、科学魔会など多くの SF ファングループに参加。SF の翻訳にフィリップ・ケイ・ディック、ニックとグリマングなどがある。また、木口誠名義で SF マガジンなどでルーディ・ラッカーの短編などの翻訳を行っている。また、2008年に開催された日本 SF 大会。 第37では顧問を務めた。また、疑似科学、オカルトやスピリチュアルなどの社会的な問題点を指摘している。なお、2010年4月に自身のツイッターにおいて、百科事典の項目としては無意味として本 Wikipedia の内容を項目ごと削除することを希望すると発言したことがある。2015年3月にも Wikipedia の僕の項目は全部消してもらいたいと。 再び発言。プログレッシブロック、ブリティッシュ、ハードロックなどを愛好し、セミプロテール民奏者、小島沙織とアンドモアというユニットを結成して、ライブ活動も行っている。原子力研究開発機構、元研究副主任の井田正人は、原子放射線の影響に関する、国連科学委員会の報告書の明らかな誤読、極解例として、 菊池誠のツイッターを上げており、完全に誤読していると指摘している。菊池誠は2018年8月4日のツイッターで最大でも50ミリシーベルト程度と書いたり、8月7日では工場洗顔は増えませんと書いている。2013年の報告書は75ページで、推定では強制避難区域で、地域平均で最大80マジー避難区域外で、 地域平均最大50メートル GV253 ページでは、推定では、その平均の2から3倍の被曝量の人もいるとしているため菊地は平均値を最大値だと誤解しており、チェルノブイリのような多数の甲状腺癌の発生は考慮しなくていいと、チェルノブイリ並みの多数の発生が否定されているだけで、ある。研究者、教育者として、 大事な何かを忘れ始めているのではないだろうか、とコメントされている。父は、園芸学者で、弘前大学名誉教授の菊池拓郎。おじの菊池秀夫は三井鉱山常務、河北新報取締役、東海大学名誉教授。祖父は、園芸学者で、京都大学園芸学教室の初代の教授だった、菊池昭夫。祖母の竹は、河北新報創業者。 一力健次郎の娘。祖,祖父の菊池盾の守るは青森りんごの子祖と呼ばれる人物。妻の菊池りりは SF 評論ファン人、タータの元副編集長。ありがとうございます。